今や日本全国にチリジリとなったノーポットの諸君、この声を聞いているが私だ、チャオ・センツィだ。今回は BF2042 のマップ改善について運営が言及しているんで少し触れていくとしよう。いやいやいや、ようやくね、運営がマップ修正をね始めるということで、一体ねどういう方向性をもとにして、マップ修正を始めていくのか、そういうのがね書いてあるらしいんで、ちょっとね見ていこう。で、今日本語で表示してるんだけど、原文が英語なんでちょっとね不自然な日本語になってるかもしれない。なのでちょっと噛み砕きながら、見ていくんだけども、このトラバーサルに関しては、まあ、トラバーサルっていうのはその拠点から拠点に移動する際の、時間とか、経路とか、そういったところに関して言及してるね、これは。で、要するに、まあ、マップが広すぎって話ですね。これ、マップが広すぎって言ってる。うん。トラバーサルに関してね、ダイスが言ってるのは、運営としてもね、その本拠点からまずね、最初の最寄りの拠点に行くときに、発生するその時間、移動時間がかかりすぎてるっていう問題と、拠点と拠点が離れすぎてるっていう問題は、ちゃんと運営でも認識してますよっていうのをね、言ってる。さあ、じゃあ二つ目、強度。ここで言う強度っていうのは、ゲームのわちゃわちゃ具合、カオス具合っていう変化をね、すれば、大丈夫。で、何をね、ダイスは危惧してるかっていうと、そのブレイクスルーに関して一拠点にいっぱい人が集まっていっぱいビークルが集まりすぎてなんかわけわかんなくなってませんかっていうね、そういうのを気にしてます。まあね、ビークルが透明になってわけわかんなくなったことはあるけど、まあ人がたくさん来て、でビークルがたくさん来てわちゃわちゃなるのは、まあ僕個人的にはね、やっぱ楽しめてる人間なんで、そこに関してはね全然気にしてもらう必要はないかなっていうのが正直ですね。うん。で、ちょっと面白いのが、そもそもね128人でブレイクスルーをやることがなんか理にかなってるかどうかをね、ダイスが根底から疑い始めてるっていうのがちょっと面白いポイントではありますよね。まあそのビークルと人数のねこのバランスを調節するのは必要なんだけど、128人でこう1拠点2拠点にこうわーって絡むことに関してはね全然いいんじゃないかなっていうふうに個人的には思うけどね。まあその運営的には現在64人プレイヤーでのブレイクスルーは、まあ最高のエクスペリエンスをね、最高の体験、まあその調整になってるんじゃないかなというふうに感じるらしいです。僕ね、あんまり64人対戦やってないんで、わかんないんだけど、まあでも、64人対戦に関してはそんなにストレスを感じてる人はいないんじゃないかな。まあそのマップ広すぎ問題はね、置いといて。さあ、次のトピック、視線。ここで言う視線はね、車線に置き換えるといいかな。この車線は私たちがたくさんのフィードバックを受け取ったもう一つの、トピックですと。まあ要するにマップが広すぎる、車線が通り過ぎてるがゆえに、そのイモス流す線になったり、遠くからねこう戦車が一方的に撃ってるだけみたいな、そういう展開が多すぎると、まあそこら辺についても問題視していますよっていうのが運営の見解ですね。ちょ待って、見てこれ、ほらカレードスコープの特定の領域を対象としたフィードバックが主に見られますが、そうなん？カレードスコープそんなにイモス流す線してる？まあ世間一般的にはカレードスコープにねそういった問題が見られてるような感じらしいですね。で、車線通り過ぎ問題をね解決するために現在ね、運営が持ってる改善計画としては、目的から目的、まあ、拠点から拠点に移動する際に使える遮蔽物とかオブジェクト、まあ、コンテナなのか、そのアワーグラスみたいなでかいこう砂丘なのかをマップに増やして、敵の車線から身を隠す機会を増やすことです。あー、これいいね。以前共有したように現在万華鏡は、あ、カレードスコープでしょうねこれね。カレードスコープは、車線の課題の明らかな違反者であると感じており。あー、カレードスコープ違反者か。まあこれ言ってるのはね、そのカレードスコープみたいにその車線の通り過ぎる問題を抱えたマップをどんどん教えてくださいっていう話ですね。で、そういう声が大きくなったマップはそのカレードスコープをはじめに、順次対応していきますよというような、まあこんな感じで、ほら次に大きな違反者に適切な順序で対処できるようになりますと。まあ次の違反者どこ、誰だろうな。アワーグラスなのか、ブレイクアウェイのコンクエストは結構車線通ってるよね。まあ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 、全部だ。うん、全部全部。さあ、次はパス。このパスもね、マップ広すぎ問題に直結するところはあるんだけど、目標間を移動するときにプレイヤーが最も一般的に移動するレーンがないことです。これね、本当に確信をついてて、今ね、2042のマップに、だいたいここに行けば、戦闘が起こってるよね、みたいな、そういう一般的なレーン。人がね移動する時の動線がね存在しないんですよ、そんなに。まあ例えばね、その攻撃側からするとこの橋を渡っていけば敵の拠点に入りやすいよねっていうポイントと、
防衛側からするとこの橋を通られるとまずいっていう、そのお互いのそのフォーカスするポイント、チョークポイントが一致するとそこで衝突が起こって、大人数のなんだろう前線がね出来上がるんですけど、そうするとねまたその前線に対して裏を取る裏取りの一般的なレーンっていうのもね形成されてくると思うんで、いやこれがね今んとこないんだよな、あんまり。そのマニフェストのさ防衛の最終拠点とかもわかるじゃない、あの山の上の拠点あれ一応山ってさ、なんかこう道が一応できてるけど、そこをなんかこう律儀に渡ってる人は全然いなくて、あの山ってねどっからでも侵入できるんですよもう360度どんどん登っていけちゃうんで、ああこのでかい崖は負けじゃないと上がれないみたいな、そういうポイントがあればまたキャラをね使い分けるみたいな、そういうなんだろう魅力もあるんかもしんないけど、360度どっからでも最終拠点にね侵入できちゃうがゆえ、防衛側もねその見るべき場所が360度いっぱいあるんで結局その少人数対少人数の前線が、ちっちゃい前線がねいっぱい出来上がってるがゆえに、やっぱりこう128人対戦やってても、あれなんか少なくねみたいな、あれなんかさっきの 2,3 人倒しただけでもうなんか誰もいないし拠点入りましたみたいなねそういう状況って絶対起きやすくなってんだよな。まあでもねこの動線に関しては、この一般的なレーンに関してはかなりマップいじらないと今から形成するのはかなり難しいと思うんで、まあどれだけねそのオブジェクトの配置で変わってくるのかっていうのも、まあそのデザインのね腕の見せどころではあるんだけどかなりね難しいと思うんで、まあまあまあ長い目で待とうかな。さてさて、でそういうね要素を絡めてダイスがあらかじめ作った改善案がこの右のステージ、これねカレードスコープのコンクエストなんだけども、どうこれ、だ結構さ左右対称チックになってて、すごいなんかこう戦闘が発生しやすそうな感じになってない？左の方の従来のねマップ、現状のマップはね端っこの方までわざと移動させて、なんかこうあこんなにステージ広いのすごいっていうなんかこう体験をねなんか売りにしてるような感じの配置になってるもんね。まあそういうなんか広さを売りにすることを諦めて、もう接敵を、こうなんだろう多発させることに重点を置いたような設置になってるんじゃないかな。で真ん中に C1、C2 あって、でちょっと孤立したところに D1 があって、でお互いの、まあ反対側に E1 と A1 があって、で裏取りはね多分この A1 と E1 の移動で決まるんじゃないかな。まあそこでロングの戦いが起こったり、あとはそうね B1、B2 にこうなんだろう道路側の通路を渡ってガーッとこう裏取りしたりみたいな、そういう感じで頻繁に戦闘が発生するような感じになるんじゃないかな。そしてねなんか拠点をこう配置するときに気をつけたのが、なるべくね長方形になるような感じでイメージしたらしいんですよね。なんかこう一つの拠点取ったら、あじゃあ次はあっちの拠点が近いから向こうに行こうっていう方向がお互いにぶつかって、最終的に真ん中の拠点にたどり着くみたいな、そういうなんかメトロとかロッカーとか、アンダーグラウンドとか、そういうなんか進行方向があらかじめ制限されてて決まるような感じで作ったらしいんですよね。これはね本当にもう何が何でも C1、C2、あとは D1 の屋内で戦いが発生するんじゃないかな。これはね本当楽しみ。さあ次はブレイクスルーということで、まあ大きく変わったのがね A1 なんじゃないかな。もう橋を渡ることがないと、そのロシアのね本拠地も変わってて、 A1 の前からスタートして A1 取ったらすぐ A2 に向かえるような形になってるし、ただちょっとねこれ見て思ったのが、最後の最終セクター C1、C2 でこの C2 ねご覧ください、これさ屋上にないブレイクスルーの屋上拠点がまさか復活する可能性あるんじゃないこれで、 C2 の拠点が屋上だったら屋上でもいいんだけど、これ多分ダイス把握してないと思うんだけど、マジで難しいのがこの防衛側の人間のリスポーン位置なんですよC2 にあるってことは、まあ屋上にあるってことは、屋上で、リスポーンさせちゃうとまた最初の繰り返しよね、完全にその攻め側が絶対勝てない問題に振り返っちゃうんで、どっか他のポイントで沸かせないといけないんだけど、これが地上になるとこれもまた防衛が絶対勝てなくて、っていうのも攻め側がねその C2 に向かうためのエレベーターを占拠しちゃうと、もう上に上がる手段がなくなっちゃうんですよ本当にだから防衛の人間は絶対ねその C2 の戦いで、1列もできないみたいな、そういう状況の中戦わないといけなくなっちゃって、まあワンチャンねその味方の輸送機とかで運んでもらえるかもしれないみたいな、そういう状況を待つしかないみたいなことになっちゃうんで、もし本当にね C2 の拠点を屋上にするんだったら、なんかこう防衛側のリスポーン位置の近くにそのエイペックスみたいな巨大ジップを置いて、まあオービットのなんかこうシャトルの横にある巨大ジップみたいなやつを置いて、地上からその屋上にダイレクトになんかこう移動できるような
形で新しくね、そういう設置物を追加しないといけないような気がしてるな。いやー、これマジで難しいから、この C2 の拠点がビル下になることをね、祈りましょう。いや、今のダイスにね、この C2 拠点を屋上にする技量はないよ、本当に。多分これね、この前カスタムマッチで、遊んでくれた人はね、わかると思うんだけど、リスポン位置がね、下になった場合本当にね、上がる手段ないから。ただ上でもアウトなんで、まあ、真ん中その近隣のビルの屋上っていう手段がね、一番簡単なんだけど、だとね、その最初、その発売初期の、ビル上問題、ビル上拠点最強問題に戻っちゃうんで、あー、ここで C2 が屋上になるか、まあその1階になるか、これはね、ちょっとダイスのなんかこう先を読む力がね、試される感じはあるよね。いや、まあでもこれ楽しみよ。うん、楽しみ。というわけで、まあ運営としてはね、確信をついたその修正をなんか取り入れるような感じが見れてね、すごい安心した。うん、安心した。安心したんだけど、問題はいつやるんですかっていう話なんですよ。だから、ね、記事を見てると、カレードスコープのそのさっきの修正に関しては、シーズン1中にやりますみたいな。すっげえざっくりした感じで記載してる部分があったんで、まあ、シーズン1中、まあ、シーズン2がじゃあ来年だったら、冬なんですか、みたいな話になるんで、ちょっとね、これはまあまあ、気長に待つ以外ないかなっていうような感じはあるんだけど、まあ、スコアボードがね、もうちょっとで実装されるんで、まあ、結構これはモチベになる人は一定数いるんじゃないかな、っていうところでまたね、何か新しい話があったらね、共有しますんで、ではまた、アディオ。